F-35B 戦闘機の導入が急がれている中、護衛艦の甲板耐熱加工の試験も完了した護衛艦出雲。だが、次の定期点検時には、艦首を四角へ変更するプログラムが組み込まれている。今回は護衛艦出雲や加賀の変更プログラムの進み具合を詳しく見ていきます。出雲や加賀の改造はいいとして、問題は F-35B 戦闘機ですよね。機体やパイロット育成が急務となってきます。F-35B ライトニング戦闘機の納入までには時間を要するため、そのための艦首の改修工事もまだ行われてはないのが現状である。甲板を四角に変更する予定であるが、その理由としては安全運用に最良だからである。2020年9月末、2022年度の防衛予算の概算要求が発表されており、その中に、海自のヘリコプター搭載型護衛艦、出雲と加賀を航空母艦に改修するための必要経費として、約230億円が明記されていた。この2つの艦を航空母艦改修に関する内容を予算上の観点からすると、艦上の全通飛行甲板に F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を艦載するだが、この戦闘機は離発着時に非常に高温の排気熱を出すため、甲板に耐熱加工を施す必要経費が含まれている。出雲は2020年3月からジャパンマリンユナイテッド社横浜工場で飛行甲板の耐熱工事を施しており、2021年6下旬に母港である横須賀基地へ戻ってきている。外観上の変化はほぼわからないが、今までのヘリ運用用の白いライン表示に F-35 ライトニング2用の黄色のラインの表示が追加されており、米海軍の強襲揚陸艦に類似している。また、進行方向へ向かって、右翼に環境構造物が設置されているが、前とした黄色のライン表示が干渉しないように、左翼端に近い位置に引かれていて、戦闘機の滑走距離の確保を図っている。戦闘機が艦艇の構造物に衝突してしまっては、実戦も何もないという理由から、構造物と戦闘機との距離を十分に確保するための重要な役割を持つラインなのだ。変化がもう一点想定されており、収益後から現在まで出雲の全通飛行甲板の先端部分は台形であったが、重要な役割を持つ黄色いライン表示の先をたどっていくと艦首部への距離が短くなるため、今後は幅を広げて長方形の形に変更していく。2025年からの2回目の大改修において、出雲の艦首部分変更を行う予定になっており、来年の2022年からは、加賀の改修工事が開始見込みなので、外観上の大幅な変更は、同艦を見れば、概略わかるだろう。F-35B ライトニング戦闘機の汎用性には、世界的に定評があり、短距離離陸も垂直着陸での運用も OK。 システム的には垂直離陸、着陸も物理的には可能とされているが、離陸時に搭載できる燃料や兵の量を考えると、短距離離陸での運用が負担が少ないのが良いと言われている。出雲や加賀の飛行甲板の先端を拡幅して四角形にする理由は、アメリカのワスプ級やアメリア級の強襲揚陸艦と同じような対応であるが、今年極東に航海してきたイギリスの航空母艦クイーン・エリザベスとは相違する。英国母艦クイーン・エリザベスのように F-35 戦闘機を主力艦載機とする順前であれば、同機にとって効率的なスキージャンプ式の発艦装置を装備することが必須である。しかし、出雲や加賀は今後も対戦哨戒任務を中心とした
行動も考えられているため、船体前方下部には、対潜戦闘用の大型ソナーを設置しているため、そこにスキージャンプ式発艦装置を設置してしまえば、艦艇のバランスが崩れる恐れがある。最悪の場合には、艦艇上部の重量配分が重くなるトップヘビー状態を招く危険性があり、台風発生時などの荒天時は波の影響を受けてしまい、その際、傾いている状態では艦艇がひっくり返ることが十分に考えられる。日本政府は艦載機として常に F-35 ライトニング 2B 型を運用はしないと示しているが、従来の SH-60 キロ追戦哨戒用ヘリコプターを搭載しての体制も併用させる予定になっており、対潜哨戒任務の重要性が非常に高いことがわかる。出雲と加賀は航空母艦に改修されても、このような理由からスキージャンプ式発艦装置は設置されることはなく、これら母艦をモデルにした川口海事氏の空母いぶきは残念ながら、本と同じようにはならないため、密かに期待していたファンは SNS で嘆いたという。母艦上で短距離離陸及び垂直着陸を行う F-35 ライトニング 2B 型を実際運用するにはクリアしなければならない様々な課題があるが、その一つ目としては、製造元のアメリカへ母艦となる艦艇を派遣して運用可否について、認定を受けなければならないことだ。2022年には、出雲がこの試験に挑む予定となっており、お金と時間のかかる戦闘機だと思ってしまうが、その手間をかけてでも絶対に実用化したいと願っているからだ。出雲の飛行甲板を拡幅して、先端を四角形にする工事は完了しておらず、この状態でアメリカから運用認証を得ようとしていることを鑑みると、F-35 自体の運用そのものには大した影響ではないと考えられる。現在のところ、出雲は F-35 ライトニング 2B 型の運用認証を先行取得して、2025年頃から飛行甲板の先端を四角形する工事を含め大改装を行う予定であり、逆に加賀は一足早く、2022年度から同様の大改装を行い、2024年前後に渡米して F-35 運用認証を得る計画で進められている。出雲や加賀の改修工事と同じく、艦載機 F-35 ライトニング 2B 型の購入準備も進められており、2020年度予算案からすると F-35B の実際の引き渡しは、早くても2024年前後と予想されている。翌2025年には、この飛行隊の配備先は、宮崎県の新田原基地となることも、大方決定している。その理由として、同飛行隊は、広島県の5基地を母港とする加賀に関西するために編成されたため、現状のスケジュールから計算すると、最短で2026年に航空母艦化を終えた加賀が F-35 ライトニング 2B 型の運用でできるようになるからである。当分の間は実現化に時間がかかると言われているが、現行の大隅型輸送艦の代替艦もその時期には、仕様が固まって、建造準備に入っていると予測されるので、こちらの艦の進捗も注視すべき点である。もしかすると、出雲、加賀の F-35 戦闘機の運用実績も加味した上で、本格的な航空母艦、または海自発の強襲揚陸艦にする、代替案も考えられており、現在の日本国憲法に定められている、攻撃的兵器の保有禁止原則との兼ね合いも考えながら、慎重にことを進めていかなければならないだろう。中韓の衝撃は、今後も、
護衛艦出雲、加賀の存在によって、海域防衛に必要になってくる。まだ不完全な中国空母艦隊に対抗する装備が増えたことになる。